ードはヒーローの活躍を追い最適な攻略ルートでオフラインで対戦することができるよ。トレーニングだ。技の練習にはもってこいのモード。ネットワークを通じて他のプレイヤーと対戦を行うことができるよ。ネットワーク対戦で使用するプレイヤーカードの設定ができるようです。コスチュームやアクセサリーの変更でどっかわいくカスタマイズ。ストーリーデモや様々な取得物を見ることができますよ。操作の設定やサウンドの調整を行えるよ。 CPU を相手に勝ち進めていく一人用モードだよ。このモードはヒーローの活躍を追体験できるぞ。真の話はよして、現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために、今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷出久、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。世界総人口の約8割が何らかの超常能力個性を持っている世界で、かつて誰もが空想し憧れた職業が脚光を浴びていた。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕たちを守ってくれる存在。そして名実ともにナンバーワンヒーロー、誰もが認める平和の象徴。僕は彼に心の底から憧れていたんだ。きっかけは古い動画。もう大丈夫。なぜって私が来た。彼の名はオールマイト。どんな状況でも笑顔を絶やさず人々を救ってくれる最高のヒーロー。そんな彼が言ってくれたんだ。無個性の僕でも君はヒーローになれると。そして受け継いだ彼の個性、ワン・フォー・オールを。夢は現実に。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。へいへい、さてお待ちかね、ストーリーモードの始まりだ。いつ宿命の対決ってやつだ。心してかかれ。シークレットと呼ばれるボーナスを獲得するために特定の条件があるものも存在するみたいだぜ。かませ、プルスウルトラ。いよいよ始まった職場体験。僕はオールマイトの元担任でプロヒーロー、グラントリノの元へ行くことになったんだけど、いよいよ始まった職場体験。僕はオールマイトの元担任でプロヒーロー、グラントリノの元へ行くことになったんだけど、レッツストーリー。雄英高校の一大イベント、雄英体育祭から数日、オールマイトの担任だったヒーロー、グラントリノから職場体験の指名をもらった。期待に胸を膨らませていた僕を待っていたのは、オンボロの事務所、そしてご飯をこぼして転んでいるおじいさん。名前を言っても、誰だ君は、トシノリって全然通じてない。
相当な脅しとはいえこれはやばいぞ。そもそも年乗りって誰なんだ。僕早く力を扱えるようにならなきゃいけないんです。オールマイトにはもう時間が残されてないから。だったら、だったらなおさら撃ってこいや、受精卵小僧。修行だ修行、チュートリアル始めるぞ受精卵小僧。全ての攻撃方法を確認したら教えてくれ。力の使い方が天然だったな、あの正義バカ。オールマイトは教育に関しちゃ素人以下だな。見てらんねえから俺が見てやろうってんだ。さあ撃ってこいよ。やるねえ。いい動きだ。しょうが。押せよ。いいぞ。いい動きだ。やるねえ。真上に。まだだ。いいぞ。そこだ。うわ。真上に。まだだ。そこだ。はい。そこだ。おはぎ。いい動きだ。動きだ。この勢いで。真上に。この勢いやるねえ。そこだ。いいぞ。ごめん。真上に。つなぐ。いい動きだ。そこだ。やっと後半へ。いいぞ。押せろ。この勢いやるねえ。やるねえ。いいぞ。いい動きだ。ぐるっと。打ち込め。衝撃を。いいぞ。うわっ、すっげえ。やるねえ。うわっ、よっと。何を戦ってる。まだだ。叩く。いい動きだ。この勢い。いい動きだ。打ち込め。そりゃやるねえ。つなぐ。押せろ。いいぞ。いいぞ。やるねえ。かかってこい。衝撃は。押せろ。いい動きだ。しょうが。こちらから。いい動きだ。ごめん。衝撃は。いいぞ。真上に。まだだ。届け。衝撃は。打ち込め。真上に。まだだ。やるねえ。いい動きだ。いや、この勢い。いいぞ。つなぐ。この勢いで。いや、衝撃は。しょうが。ぐるっと。これなら。
動きだ。どれだ撃ち込め。そこやるね。いいぞ。よし、やるか。レディークラッシュ。かかってこい。いや、そこだ。いや、この勢いで KO！ チグハグだ。僕が君のヒーローだ！思ってたよりできる。だが硬いな。そして意識がチグハグだ。だからこうなる。オールマイトへの憧れや責任感が足かせになった。足かせ。年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。一方グラントリノは僕にわずかなヒントを残し、のんびりご飯を買いに出かけてしまった。これが憧れオールマイトの死、グラントリノの元での職場体験の始まりだった。いよいよ始まった職場待機。グラントリノにヒントをもらった僕、もっとワン・フォー・オールをフラットに考える。一体どうすれば。レッツストーリー。翌日、グラントリノにアドバイスをもらった僕は、深夜の自主練でボロボロになっていた。朝ごはんの用意をしても、頭の中はワン・フォー・オールでいっぱい。たい焼きをうまく温められずに怒られてしまった。だけど、グラントリノの一言で思いついた。イメージは、電子レンジのたい焼き。これかもしれない。わかった。一部にしか伝わってなかった熱が、まんべんなく伝わるイメージ。全身常時身体許容上限 5%。 たどり着くまで随分早かったな。試してみるか。お願いします。本気で取りに行くよ。さて、どうするか。さて、どうするか。とりあえずは、俺に一発入れてみな。フルスウルトラを放て。戦うしかないのなら、吹き飛ぶ。ワン・フォー・オールを全身に張り巡らせた状態。そいつを維持したまま動けりゃ、今までのお前とは一線を画す。よっしゃ、じゃあもう一度だ。撃ってこい。攻撃を当ててブルースウルトラゲージを貯めろ。いい動きだ。この勢いで。よっしゃ、じゃあやるね。さあ、ねぎらえや。やるね。よっしゃ、じゃあ馬が。衝撃は。よし、地面に一発撃ってこいや。聞くです。フルスウルトラ2を放て。よっしゃ、じゃあ馬が。戦うしかないのなら、こんな。いい動きだ。さあ、ね
ぎらえや。僕にできることをやるね。からの全てを。いや、スマッシュ。いけ。ウィン。やるしかないんだ。今だ。オール、フルカウル。惜しい。たった一回の思考で前回とは劇的に変わった。久々に本気で避けた通にこすった。こいつは暴けるかもな。ひょんなことから新しい技フルカウルを習得した僕、使い慣れるにはまだまだ練習しなきゃ。その前に朝ごはん食べないと。グラントリノにヒントをもらった僕、もっとワンフツ新技フルカウルの特訓に明け暮れていたグラントリノと僕、そして特訓はフェーズ2へ。だけどレッツストーリー。職場体験3日目、ずっとフルカウルの特訓をしてもらっていた僕はフェーズ2ということで東京の渋谷へヴィラン退治に向かった。時を同じくしてヴィラン連合の死柄木弔とヒーロー殺しは飯田君のいるホス市に現れていた。そして僕たちが新幹線で東京に向かっている最中、それは起こった。衝撃で止まる新幹線、そこになんとノームが突っ込んできた。ノーム！小僧、座ってろ。何が起きた？なんだ今の？この街、ホスだよな。ホスって確か飯田君の職場体験先。ヒーロー殺しが現れた街でノームが現れている。偶然にしては出来すぎだ。ということはその2つがつながっている。駆けつけた現場には飯田君の職場体験先のヒーローがいた。でも飯田君は近くに見当たらなかった。もしかするとヒーロー殺しを見つけてしまったのかもしれない。無事でいてくれ飯田君。新技フルカウルの特訓に明け暮れていたグラントリノと僕、ヒーロー殺しが現れた街、ホスにノームが現れた。ノーム、消えた飯田君、ヒーロー殺し。まさか、やめとけ飯田君。レッツストーリー。僕はホス市のとある事務所へ職場体験でやってきた。この場所で兄はヒーロー殺しに襲われた。ヒーロー活動はもう叶わないそうだ。奴は一つの町で必ず4人以上に危害を加えている。ホスではまだ一人目だ。つまりヒーロー殺しはこの町に再び現れる可能性が高い。その時は唐突にやってきた。騒ぎを追っていた最中、路地裏にその姿を見つけたのだ。ヒーロー殺し、あいつを必ずこの手で。スーツを着た子供、何者だ？消えろ。子供の立ち入っていい領域じゃない。お前を追ってきた。こんなに早く見つかるとはな。僕はお前にやられたヒーローの弟だ。僕の名を生涯忘れるな。インゲニウム、
お前を倒すヒーローの名だ。お前を倒す。私欲か、社会の顔面。レディークラッシュ。始末してやる。即座にこの運の足元を貴様セクオーヤー。足元この腕で俺は足元素早く逃しはしない。躊躇なく止まれ。引いてからこの運で足元貴様飛び込む。消えろ貴様もろとも。足元それが好きな貴様もろとも。貴様いい覚悟だ。口ほどにもない。恐れろ。やられた。この運の足元素早く。それが好きだ。挽回この腕で正さねば。貴様ここから本物のヒーローに。エクセレント。ニューストーリーズ。最高に立派なヒーローの弟だ。兄に代わりお前を止めに来た。インゲニウム兄弟か。奴は伝聞のため生かした。お前は弱いな。お前もお前の兄も弱い。偽物だからだ。黙れ悪党。兄さんは多くの人を助け導いてきた。僕に夢を抱かせてくれた立派なヒーローなんだ。お前が潰していい理由なんてないんだ。殺してやれ。目先の憎しみにとらわれ私欲を満たそうとするなどヒーローから最も遠い行いだ。だから死ぬんだ。じゃあな、正しき社会への供物。黙れ。何を言ったってお前は兄を傷つけた犯罪者だ。助けに来たよ、飯田くん。バーボー。ヒーロー殺しが荒らす。お堂と新幹線に乗ってたらいきなり化け物が来やがった。さてどうしたもんかな。レッツストーリー。渋谷に向かう途中の新幹線、そこにヴィランが突っ込んできやがった。俺はそいつを連れて一旦その場を離脱した。飛び出した先の街中で見たのは、同じように気色悪い姿をしたヴィランどもが暴れる姿だった。一般市民に手を伸ばすヴィラン、まずい、間に合うか。そう思った矢先、奴の全身を炎が覆った。驚き、なんでここに。ヒーローだからさ。存じ上げませんが、そこのご老人、俺に任せて。老いぼれ扱いとは偉くなったな、轟。
さて、ガチ戦闘は何年ぶりかな。レディークラッシュ、腰抜けめ。おい、ぐるっ、どいてもらう。おい、どいてもらう。押せよ、広範囲で問答無用。どいてもらう。ぐるっ、息をもつかせる。どいてもらう。ダウン、アウェイ。さあ、うわ、飛ばすぞ。スラー、欲しがりか。アウェイに、せっ、うわ、さあ、しょうが、ぐるっと押し、アウェイに、そう、広範囲で飛ばすぞ。さあ、じっ、押し、アウェイに、はい、こっち、すっ、広範囲でどいてもらう。あつぶしろ。時代は熱々よ。終わっちまった。久々だと加減がな。ちっ、なんだ、やるじゃないか、ご老人。ショートのやつ。ご老人は今から言うアドレスへ向かってくれ。そこにうちのショートがいるはずだ。この場はこのエンデバー一人で事足りる。この場で起きている騒ぎは轟に任せ。俺は轟の言う地点へ応援に行くことにした。小僧と新幹線見つけた。飯田君とヒーロー殺し、新技フルカウル通じるか。やるしかない。僕が助けなきゃ。潰しに探してきた。僕一人で時間を稼ぐ。できればヒーロー殺しを退ける。仲間が助けに来た。いいセリフじゃないか。だが俺はこいつらを殺す義務がある。ぶつかり合えば当然弱い方が淘汰されるわけだが、さあどうする。やめろ、逃げろ、言ったろ。君には関係ないんだから。そんなこと言ったらヒーローは何もできないじゃないか。オールマイトが言ってたんだ。余計なお世話はヒーローの本質なんだって。余計なお世話だとしても、いい、レディークラッシュ、一気に懐へ。うわ、論外だ。リクターだ。止まれ。リクターだ。論外だ。届け、つられた。止まれ。そうくるか。助けるんだ。
だが動きは悪くない。確実に仕留められるよう画策した、そういう動きだった。口先だけの人間はいくらでもいるが、お前は生かす価値がある。こいつとは違う。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。遅くなっちまった。ミドリアのやつ、こういうのは詳しく書くべきだ。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。レッツストーリー。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。トトロキ君、なんで君が。それにその個性。数秒意味を考えたよ。一括送信で位置情報だけ送ってきたから。お前なら意味なくそんなことはしねえ。なら応援呼べってことじゃねえかって。トトロキ君、そいつに血見せちゃダメだ。血の蛍光摂取で相手の自由を奪え。みんなやられた。いい友人を持ったじゃないか、インゲニウム。ヒーロー殺しか。いい目だ。相当危ねえ橋だが、二人で守るぞ。まず俺の力だ。氷結、このままじゃやべえ。ミドリア、この調子で肩をつけるぞ。次とレディークラッシュ。思い過ごしか。左でうらっかやし尽くせ。レベルが違いすぎた。もう進化。
論外だ。止まれ。見当違いだ。うらっ、待て、俺の力だ。撃つか。俺の左で今に直接遅い。なだったら左でうらっ燃やしてた。論外だ。仕留める。止まれ。見当違いだ。俺の力だ。遅い。今行く。直接分かる。論外だ。消えるな。左で燃やしてた。論外火炎で氷結。まずは右か。それが信念か。俺の力だ。燃えろ。いい覚悟。まずは氷結。気にはさせねえぞ。どうか来たい。貴様、それが信念か。今行く。直接燃えろ。見当違いだ。離さねば。時代錯誤の原理主義だ。やめてくれ。もう僕はやめてほしけりゃ立て。俺がお前に言える一言、なりてえもんちゃんと見ろ。遅くなっちまった。僕は彼らの足元にも及ばない。ヒーローを名乗る資格などない。僕は彼らの足元にも及ばない。ヒーローを名乗る資格などない。レッツストーリー。なりてえもんちゃんと見ろ。お前の言う通りだ、ヒーロー殺し。僕は彼らと違う未熟者だ。それでも今ここで立たなきゃ。ウィスブローバースト。二人にこれ以上血を流させるわけにはいかない。感化され取り繕おうとも無駄だ。人間の本質はそうやすやすと変わらない。ヒーローを歪ませる社会の癌だ。誰かが正さねばならないんだ。それでも折れるわけにはいかない。俺が折れればインゲニウムは死んでしまう。論外。燃えろ。燃やし尽くせ。止まれ。氷結。燃えろ。まずは右。俺の力だ。論外だ。離せる。俺の力だ。論外だ。好きにはさせねえぞ。こう入れる。慌てるな。俺の力だ。大雑把だな。だったら左で燃やしつけろ。論外だ。このタイミングで燃やしつけて火炎で氷結。昼め
だから死ぬんだ。ザ・レスキュー！まだ食わないな。消えろ。だから死ぬんだ。だったら、ロムがいない。動きを止める。あなたが！俺だって、消えろ。今行く！口ほどにも。どうする？だったら、ひるめ！交互に、いてつけ！凍結かって、着火しろ！消えるぞ！ロンだって！落胆させろ！動きを止める！てめえら、ごとき！離さねば！貴様！ウィン！時代錯誤の原理主義だ。アメージング。ありがとう、トドロキ君。レシプロエクステンドフォール、フルカール。今は行け。足が、拳があれば。僕は事件から一夜明け、僕たちはホス総合病院へ搬送され、その後ヒーロー殺しステインは捕まり、僕たちはホス総合病院へと搬送された。個性を無断使用した僕らは本来なら規則違反で処罰されるはずだったが、ホス警察署長面構えさんのご厚意で僕らがステインに襲われ、エンデバーに助けられたというシナリオで世に公表された。思わぬ形で始まった路地裏の戦いはこうして人知れず終わりを迎えた。ただその影響もまた人知れず僕らを蝕んでいた。緑谷いづく、まったく、とりあえず体が動いちまうようなとこはお前そっくりだよ、トシノリ。申し訳ございません、私の教育が至らぬばかりで。いやいや、お前のことをけなげに憧れているあの子にも折を見てしっかり話しといた方がいいぞ。お前とワン・フォー・オールにまつわる全てを。ヒーロー殺し、奴の思想は拡散し感化される人間が必ず現れる。そして個々の悪意は奴とのつながりが示唆されたヴィラン連合に集まっていく。着実に外堀を埋めて己の思惑通りに状況を動かそうというこのやり方、もしも死柄木弔にバックがいてここまでを想定して動かしていたのであれば、先代ワン・フォー・オール所有者志村を殺し、トシノリの腹に穴を開けた男、ウォール・フォー・ワンが再び動き始めたと見るべきだろう。事件から一ウォール・フォー・ワン、
奴が再び動き出した今、あの子も知るべきだろう。ワン・フォー・オールの全てを。事件から一夜明け、僕たちはホス総合病院。このモードはヒーローの活躍を追体験できるぞ。